ないですが問題です。この拍子は何拍子？つまり何回に1回違う音でアクセントが鳴っていますか？そう、4回に1回ですね。つまりこれは四分音符が4つ、4分の4拍子と呼ばれます。普段皆さんが耳にしている日本のポップスは大半がこのリズムで数えることができます。次の問題は戦士級。このリズムは何回に1回アクセントがついていますか？素晴らしい、7回に1回ですね。これは先ほどのリズムよりも倍の速さ、つまり8分音符が7回になって1回アクセントがつく。これを8分の7拍子と呼びます。少なくとも日本のポップシーンではこのようなリズムで進行するような楽曲はほぼありません。すでにリズムの変態に足を踏み入れていると言って良いでしょう。そしてここからが問題です。このリズムは何拍子でしょうか？これが伝説の勇者級、本日の曲のリズムになります。気になる正解は動画の中盤、修行編第2章にてお待ちしております。デイスイッチ。いやいや失礼しました。修行中の勇者イスタンです。というわけで今回はリベンジ編。まあまずは皆さんこちらの動画見てください。皆さんからリクエストをお受けして、それを僕が初見で叩いてみる。前回はそのね、ゲーム音楽の人気ベスト3を叩いてみるという企画だったんですけど、まあゲーム音楽ってめちゃくちゃ変拍子が多かったり、ものすごく難しい曲が多いんですね。で前回の3曲もめちゃくちゃ難しかったんです。なのでまあ言うても僕一応プロなんで、威厳を保つためにも初見ではケチョンケチョンだったけど、プロとして練習しまくって分析してアレンジした本気バージョンを披露する、それがこのリベンジ編です。で前回のその動画の最後にね、3曲のうちどの曲をリベンジ編としてやってほしいですかっていうのをコメントで募集して、コメントで多かったものを僕が超かっこよく本気で練習してやろうということなんで、1曲本気バージョンを仕上げるのもめちゃくちゃ手間と時間かかると思うんですよね。だから皆さんから特に多かった1曲をやっていこうかな。さあコメント見ていこうか。あ、ほこらね、うん、カゴンね、あああ、分かったよ、やるよ、どっちも、どっちも本気バージョンでやってありますわ。今回は変拍子の曲にどうやってアプローチするかっていう解説も動画のメインだったりするので、メガロバニアは今回は保留にさせてください、ごめんね。はい、というわけで今回もね、なかなか濃い動画になっていくと思う。音楽に専門的な知識がなくても楽しんでもらえるっていうことを僕のチャンネルをモットーにしてるんで、ぜひ僕が修行するその様子も含めて今日はお楽しみください。はい、よろしくね。そいそい、よし、それじゃあ早速やっていくぜ。ピスタンが何かカバーを叩くときは基本的に耳コピで覚えます。まあ、ちょっと難しい曲だけど何回も聴けば多分ね、把握していけるはず。よし頑張るぞい。無理、すみません、舐めてました。これはね、耳コピーでは限界あるわ。ビスタン基本的にはこんな手法を取ったことないんですが、ちょっとガチ本気モードで修行します。本気モードとはこちら。はい、パソコン。ガチ本気モードのビスタンは音源に合わせてデモを打ち込んでからどうやってアレンジしていくかを煮詰めていきたいと思います。まず何しても何拍子なのか、これ皆さんも知りたいところだと思います。把握していきましょう。変拍子のリズムをどうやって把握していくのか、これには2段階あります。まず1段階目なんですけど、音楽っていうのは1小節ワンフレーズのまとまりなりがリズムだったり和音だったりメロディーで構築されてるわけですよね。そのアクセント、まとまりの頭がどこでついてるのか、リズムだったらドラムだし、和音だったらギターとかピアノだし、メロディーだったら歌だし、まあこういう BGM の場合はね、メロディーを奏でている楽器だったり、このアクセントがどこについているのかを聞いてみましょうか。音楽ソフトに入れてメトロノームを合わせてみたらこんな感じになりました。ポチッ。この曲でいうとメロディーが印象的ですよね。テン
てん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 、このメロディーのひとまとまりが8分音符何個分で構成されているのか、これをゆっくり分析していきましょう。そうするとこうなってるんですね。てん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 、むずっ。このフレーズを繰り返してるわけなんですが、繰り返しの1回目はてん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 、はい、これ右手11回打ってます。つまりこれは8分の11拍子。そして2周目がてん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 、これは右手を13回打ちました。この8分の11拍子と8分の13拍子を交互にこのままずっと繰り返していく、それがこの曲です。こんな奇数を含んで、なおかつ8分音符という細かいくくりで展開していくリズム、これ自体が相当マニアックで変態的。コツが2段階あると言いました。1段階が今はメロディーが印象的だったのでメロディーで判断しましたが、ベースの音だったりドラムのバスドラムの音だったりギターの音、ピアノの和音だったりっていうことで、どこにアクセントがついてるかを複合的に判断しながら何拍子なのかを把握していきます。これが第一段階。そして第2段階、これ分かったところでリズムを掴んで演奏していくってめちゃくちゃ難しいですよね。一曲通してこれを数え続けなきゃいけないって早いし、こんなの何回打ったか分かんなくなりますよね。11回と、13回、今何回だっけみたいな。なのでこれを演奏するときにしっかり自分の中でノリになるように数えやすい把握の仕方があります。それが第2段階のコツ。この8分の11 8分音符11個を四分音符に変換して余った分を8分音符で打つと、例えばおいおい、これも8分の11と同じリズムになってるんですね。8分の13拍子も四分音符を5回打ってから余りの分8分音符を3回打つんだなっていう考えると、こういう風にできます。1、2、3、4、5、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、これが8分の13拍子のノリです。こうやってノリを把握した上で、例えばドラムフレーズに当てはめると、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3っていう風に数えてなんとか演奏ができていけるようになるわけですね。曲に合わせても今の数え方歌ってみますね。いきますよ。1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、5、1、2、3。ね、ちゃんと曲のアクセントと僕の歌った拍が噛み合ってますよね。ようやく拍数をつかむところまで来れたので、ここからがようやくかっこよくしていくという作業だね。アレンジの段階です。なぜって、やった数えられた僕すごいが目的じゃないじゃないですか。どんなに変拍子だろうと、これも音楽なので抑揚だったり展開っていうものがあるわけですよね。ただ数えるのに必死で同じビートを繰り返しても仕方がないですから。なのでかっこよくしていきたいんですが、かなり複雑で考えていくのが大変なので、音楽ソフトをポチポチっとして打ち込んでみました。こんな感じです。ね、ドゥッカツクツッカとかで、最初の方は前半だからちょっとリムショットカッカッカッっていう音で静かにしておこう。後半に差し掛かったら、このスネアドラム、スネアドラムを打ってちょっとテンションを上げていこうとか、とかを客観的に見れるように音楽ソフトに打ち込んでいきながら構成を作成していきます。あとは紙にペンで譜面で起こしたりとか、まあここのねパソコンで全部打ち切っても細かく決め打ちして入れ込んでもいいんだけど、実際に叩いていきながらインスピレーションを得てかっこよくしていくのが僕には合ってるんで、パソコンに打ち込むのは最低限にしました。はい、ここまででようやく練習を今から始めていけるという段階です。では練習、ここでも僕の大事な大事なポイント一つあるんだけど、譜面を見ないことですね。こうやってパソコンに打ち込んだりとか、むしろ譜面に起こす人の方が多分多いと思うんですけど、まあ言うて僕はプロ&ユーチューバーなので、こんな複雑な譜面にかじりつきになっちゃうと思うんですよ。でもそれだと見てる人に楽しくないかなと思うん で、自分も熱く叩きたいんでね、パフォーマンスも含めて。なので譜面は見ずに体に入り込むまで、何十回、いやもう100回超えるかもね、繰り返しながら体に入れていく、この曲を掴んでいきたいと思います。正直言ってこれは効率は悪いです。別におすすめはしないし、これが正解だとは言いません。すげえごめんね、解説が長くなっちゃった。この工程をスプラトゥーンの過言の方にも同じような流れでやっていきます。よし、それじゃあ練習していこうかな。どんぐらいかかるかな。それじゃあ
は早送り。やべえ、頭おかしくなりそうだ。いやー、時間かかった。もう暗くなっちゃったよ。もう最近の動画の中で一番苦労してるかもしれん。よし、でもカゴンまでなんとか固まったぞ。あとは本番撮るだけ。いい動画になるんじゃないかな。いい演奏できるんじゃないかな。はい、というわけで修行を得てレベルアップしたビースタンのゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムのホコラ戦闘 BGM、 そしてスプラトゥーンのサーモンラ BGM、 カゴン勇者ビースタン本気バージョンを続けてどうぞ。えい、どうでしたか皆さん。まあ、まだまだうわなんだこの音楽何やってんだって感じもあるかもしんないけど、ドラムがつくことでだいぶ印象変わったでしょ。より曲の輪郭がはっきりしてキャッチーになったんじゃないかなって思います。まあ、僕がねポップスとかロックが好きなドラマーなので、抑揚とか展開とかを分かりやすくする、ビート感を分かりやすくするっていうテイストでアレンジをしてみました。これも当然ドラム叩く人によって全然アプローチが変わるし印象も変わるんですね。音楽って面白いね。どうだった？どうだったかな。本当みんなのそういうコメントが励みで僕やってよかったなってみんなのコメント見たら思えるんで、ぜひ皆さんの感想、そしてこれもやってほしいっていうリクエスト含めてコメントしてください。というわけでぜひ皆さん高評価とチャンネル登録お願いします。そしてすげえと思ったらぜひ友達にもこの動画教えてください。今日もご視聴ありがとうございました。ビスタンでした。また会いましょう。バイビス。